現在 Amazon で3400円ほどで購入できるスイステックの17インワンマルチツールを紹介します。3400円ほどなんですが、かなり作りは綺麗です。ポケットクリップ付きです。でもちろんプライヤー付きで、プライヤーへの展開もかなりスムーズです。で動きもなかなかいい。ちょっとだけですがズレがあります。これぐらいのズレ、これがドイツ製のプライヤーだと全くズレない。レザーマンのシグナル、ズレない。ガーバーのアームバー、ガーバーもズレない。ビクトリノックス、ズレないです。少しズレが出るプライヤーです。3400円なので、まあ仕方ないズレです。だいたい安いこういったマリツールは展開が重いんですが、動きもスムーズ、ちょっとしたプライヤー作業には十分な性能だと思います。で展開も早くて、外側にツール付きです。こちらは波場セレーションで、プレーンエッジ、ヤスリ、金属ヤスリで裏が木工ヤスリ。一つ一つの機能にはロック付きです。ライナーロック付きで、もう一つがノコギリ。一つ癖としてはこちらがポケットクリップで、これが普通のナイフのポケットクリップだとすると、こっち側が普通の刃です。これもこっち側が普通の刃なんですが、セレーションです。プレーンエッジはこちら側についてます。一番使いやすい場所に波刃なのがちょっと気になります。ブレード口座は 8CR で、本体が 3CR。 少しロープを切ってみますと、あれ、少しロープを切ってみますと、そんなに切れ味は良くない波刃。スパイダルコだったら簡単に切れます。少し刃付けが甘い波刃です。でライナーロックも若干固めです。短くて結構力ずくで押す必要がある。でこれがノコギリ。少し使ってみたんですが、まあ普通に切れます。長さ的には6センチぐらいです。短いので作業の下準備、そんな使い方で使えます。でこちらもライナーロック式で、硬いです。でこちらがプレーンエッジ。ブレード形状はレザーマンに寄せてる、そんな感じです。クリップポイントで細身、切れ味はまあ切れなくはない、そんな感じです。ブレード鋼材 8CR、 カーショーなどに使われてるブレード鋼材、そこそこのブレード鋼材。表面にはこれだけ、内側のツールのロックパーツ、なかなか綺麗な作りです。見た目はなかなか綺麗。展開してみますと、こちらがプライヤーのヘッドです。一応ワイヤーカッター付き、側面には定規9センチまで測れます。でこちら3インチちょい。でこちらにはマイナスとプラスとプラス、こんな感じで締めて、反対側には、でこのツールの取り出しもやりやすいです。これはハサミもついてます。レシートカット、さっきの細引きカットいけるかな。あ、いけた。そこそこ切れるハサミ付きで、こちらがロック解除。ハサミついて、であとは缶切りと、あんまり使わないと思うんですが、ガットフックとマイナスドライバーで、動きもスムーズ。この作りで3400円です。で、気になる重さは、少し重めの 280g。ちなみにスケールツールは215。ビクトリノックスは210。センタードライブが280。
センタードライブ並みの重さ。今回は非常によくできたスイステックの17インワンマルチツールを紹介しました。3400円です。ちょっと硬いですか。ワンハンドオープンクローズもできます。おまけでランスキーのブレードメディックを使ってちょっと研いでみます。プレーンエッジ、もうこちらはだいたい切れるのでセラミックで。まあ、これぐらい切れれば。で、問題のセレーション。セレーションは棒を立てて。こっちの方がいいか。当たってる？結構前。ちょっとは良くなってる。引っ掛けて。うん、なかなかよく切れるようにはなりました。軽い力でも切れます。ランスキーのブレードメディックでした。